皆さんご機嫌いかがでしょうかひろこのウィークリーゴールデンようこそ6月5日。今回はトリロジー取締役成田博之さんにスタジオにお越しいただいています。成田さんこんにちは、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあゴールドなんですけど、このところなんかこう、もみ合いというか、 そうですね。ね<え>まあ、あの、偏ってるせいか <laughs>、うん。上がったんですけどね。はい、また、1ヶ月後に帰ってくると、はい、変わんないじゃんっていう。そうですね。前回、成田さんに出ていただいたときと、<laughs> 適当です今、戻ってきちゃったりしますね。うん、はいで。ここから、あの、 おしめだと思って買っていいものかどうか。そうですね。<あ>そこちょっと何点か注意してみてかなきゃならないところありますね。はい。ということで今日も成田さんにここからのゴールドのストラテジー具体的にお話伺っていきたいと思います。ではまずは価格を見ておきましょう。このところやっぱりちょっとね、えー、難聴な展開です。一、うん、週間前の番組のところと比較すると全ての貴金属がマイナス。うん、チャートで見てみましょうか。 200日移動平均線引いているんで、ゴールドはまだね、200日からだいぶ帰りした高値県にはあるんだけれども。はい。どうでしょうか、これ。うん、ちょっとなんか、うん、山二つっていう風に見えてしまうんですよね、<laughs> <ん>ここまで来ちゃうと。テクニカル的にはちょっと嫌な形ですけどね。まあシルバーがそういう風に見えちゃうんで、なおさら。うそうすると、ちょっとやっぱり、うーんっていう風に見えるんじゃないですかね。はい。ここからやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないなという印象はありますね。 では早速いろいろと、えー、伺っていきましょう、今日もあらゆるデータを駆使して、えー、成田さんにゴールド、ここからどう取引すべきか聞いていきたいと思います。では最初のスライド、こちらです。はいまあ、いつもの,その近年ン型 ETF の GLD の残高なんですけども。全然動かな <laughs>、はい。 もう移動平金銭引っ張る意味がないんじゃないかぐらい、もう横に一線になってましたですね,ねど。どうどうね。本当に欧米の都市化は、機関都市化は動いてないのそうですね。スパイダーズそのものがデータとして公表してても、残高、うん、変わらない日がすごい長かったりとか。ああ、そんなにまあも,もちろんその取引はあるんですけど、えー、大きな動きっていうのはやっぱりないですよね。そうですね。うん、あーじゃあ ETF が市場を動かしているのとは違う相場であった、ね、ということですね。ただその同じ ETF でももともと注意するべきはそのアメリカの金利の上昇ですので今回ちょっと別の持ってきましたけど、はい、債券の7年10年の ETF と金の GLD のこのスプレッドですよね。<ー>まあこれはまあ当然その 債券が売られて、はい、まあ金が買われて、<あ>まあスプレッドがきれいに下がってきていると。なるほど。はい。下がるということは、債券売りの金買いになっているということですね、はいまあもう。もうまさにその通りのトレンドでずっと来たんですけども、はいはい、まあ、それがちょっとこの辺で、あのー、逆転して、まあ、債券が買われて金が売られるっていう、まあ、金が動かない状態。ただ、ポイントとして見ておきたいのは、やはり、この債券を金で割ったこのスプレッドの、 一定のところのこの基準点が変わったところ。はい。これで見ると2月の6日なんですけども。これを価格で見るとですね。はい。ちょうどここ、いいとこで。あらやっぱり綺麗に、はい。売り金買いになったっていう。はい。スプレッドがちょっと早めにシグナルを出してくれてるんですよね。まあ、これ、ドル建てで。じゃあ、これ、同じ考えの、同じ日ちの円建てですよね。 皆さん結構円建てが多いんで、そうです、ね、日本ですすねね日本から、ねはい、やはり一回、ちょっと横ばいに行った後に上がっていくので、うん、やはりこのちょっとスライドも戻しますけども、債権と金の関係、はい、これはやっぱり無視できないんじゃない,かない,いそれにまあポートフォリオのリバランスが起きてた債権売って金買いしてるっていう、この動きが今後どうなるかってところですよこれが続くのか。 こう流れ的にはこう、その債券売って金買ってたって流れはまだ続いてるんですね。まあ、マイナス権にありますから。それはあるんだけども、ここですよね。今また再びこのゼロナインを超えてくるようになってくると、債券買いの金売りになってきますから、はい、いかないとは思うんですけども、はい、ポイント的にだんだん近づいてきちゃってる。かなり、うん、金だけでなくて、債券との関係性で見ても、うん どうも金って、ちょっと、うん、重要な節目の遠いこのように近づいてるのかなとそうですね。一旦そのパワーというのが止まって、はい、こっからどっちに行くのかっていうところのそうなんですね。という節目のどこに来て,ってるのはもうこの対比で見ても来てるんですよね。はい<ー>。だからちょっと単純に、うん、まあ単純って言ったらあれですけども、あの、ドル離れして金買う。 まあ、ロシアの侵攻が上くらい以降、うん、なおさらそのドル決済ができないから金の需要が高い、中央銀行が金買う。うんうん、まあ、このチャンネルだとずっとこれ2、3年言ってるわけですけども、はい。そうですね。はい。言ってるは間違いないんですけども、どうも価格で見た時の金。はい。 ちょっと節目にあるなっていう気がします。そうなんですね。で、まあ、それは、あの、債券との比較なんですけど、金の先物、どれだけの、あの、COT レポートですね。取引明細だけを見ても、まあ、マネージドマネーと言われる、時筋はずっと会長ですよね。買ってる。これは変わりないです。ただ、僕が注目してるのは、この生産者の、まあ、コマーシャルズって言われる方たち、現物持ってるんで、どうしても売り基調になるんですね、先物は。 で彼らが僕、1ヶ月前にこの番組に出たにこに、このかなりマイナスを減らしてて、うん、ゼロに近いので、はい、そうすると、こういった節目と同じで、はい、その後もう、すごい上昇が来るんですよ。はい、金が足りない状態に、1ヶ月前に近かったんですけども、1ヶ月経ってみると、かなり持ってたショートをですねあの減らしてたのが、また再び戻してきてるんですよ。はいはい、これで こちらの方がロングで、この赤い方がショートなんです、ね。ートで、<ー>ネットがこのセンター。黄色い,いライン、はいはい。急激にですね、ロングを。ロングも減ってるね。めっちゃ減らしてるんですよ。ということは、ショートを増やしたんじゃなくて、はい、現物私のことを聞き立って、うん、地金を用意しなきゃいけないっていう、うん。はいはい お重いからずっと持ってたロングを急に外してるんですねなるほどじゃあ現物の引きがそんなに強くなくなったなってことですか、ね、国米を中心にどうも2400ドルあたりを境に、はい、ああそんなに自金が ニーズないんじゃない。ニーズの引き合いがこうちょっと緩んでるというのがやっぱ高いからなのか、うんはい、ええー、まあこれが潮流としてそうなっていくのかまだ分からない,ないそうなんですね。おっしゃる通りです。ただ、うん、どうも引き合いがそこにないということで、とはいはい、通常通りの形に戻すつまりロングを捨てたっていう形がこの中間三週間多いんですよ。まあそれで緩んでるんですね。はい。で、まあこれだけ見ると、はい、どうも 壁になってるのが2400ぐらいだねと。はい。ただ、下のとこですよね、問題は。かかね、はい。で、中国の国内のプレミアム。はあ、中国は高いって言われてましたけど。はい、そうなんですよね。ワールドカウンセリング、ゴールドカウンセリングのデータを見ると、<あ>これあの、あの5月末までの途中までのデータだったんですけども、はい、プレミアムがちょっと剥げてたんですよね。はあ、で、えー、昨日かな一昨日かなあの、新たなデータが出て、それでも戻ってきたんですよ。あ、もうちょっと上がってきたはい。あ 戻ってきたから、プレミアム戻るんだって言って、でも、コメックスと上海のスプレッドを見ると、はいはい、そこに動きがないんですよ。あれほとんどイーブンですね。と、はい、<ー>いうことは、はい、プレミアムはついても、はい、ん上海もそんなに上げてきてないじゃんい。同時に動いていますから、今、あのドル建てと一緒に。と、はいはい、いうことは、プレミアムが戻って、本来だったら、その影響でもっとこう金が上がる。はい 金先物があるはずなのが上がってこないと思うとそうでもないですねやはりちょっと一時あったような金のその熱気度っていうのは中国内でもそこまでは高くないこの3月4月の金の急騰っていうのはやっぱりこの上海の買いが相当影響してたっ言われてましたか、はい、そうなんですよねれが今はそうでもないちょっともうこのちょうどこのスプレッドで見るとこの今ひろこさんはここの部分じゃないんですよね 横ばいってことは、はい、プレミアムの影響度ちょっと薄いなっていう、やっぱり規制が入ったりとか、マージン引き上げたりとか、いろいろ対策したってこともあって、はいはい、そこまでもうニーズがちょっとない。はい、そうですね。となって、じゃあ何がこう、気になるのかっていうと、はいはい、これはあの、オプションの、はい、あの、ニューヨークのオプションですけども、はい、あのアメリカのオプションですけども、はい、まあ、プットの方が、 まあ少なくてコールのが多いんでーこれコールが青いやつ、ね、そうなんですよね三千ドル縦玉で見ると0.59いうことで圧倒的にコールのが多いはいで出来高で見ると0.71一ということで、うん、まあそれでもコールのが多い、うん、これの最新版の今朝見てきたら、うん、この出来高がですね、うん、0.39ぐらいに下がってて、うん、あそうなんですかコールしかトレードされてないんですよあらら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 ら,ら で、縦曲、玉として残ってるのは同じなんで、と、はい、いうことは、こうかか、価格が下がってきてる過程で、コールオプションしか取引されてない。やっぱり相当強気なんですよ。そう、みんな上見ちゃってんですね。ということはですね。はい。 傾いちゃいいってるってことです、ね、傾いてるってことは、下がり出すとこれの投げが出ちゃうっていう <laughs> はい。まあ、まさにおっしゃる通りで、うん、先物ってそういうゼロサムのところがありますので、うん、もう偏っちゃってるっていうことは、どこが偏りなのかっていうところの、ボーダーのここと、こっちというなると、2200の加減と、2400のこのボーダー。 今ちょうど真んん中のなんですよここで挟んでこうねもみ合っちゃってるけどところが出会ってるのはコールばっかりですから、はい、ちょっと2300そのものの中間点を割ってきてもちょっと売り圧力が入りそうですねそうですねで仮に2200なんて割っちゃったところがもうやばい結構フリーホール的な、はい、というコメントを先月も言ってて <laughs> 今月も同じ回とか言われそうなんですけど <laughs> いやでもまあ偏ってることは本当事実なんで、はい、ここはちょっと気をつけていきたいですね。ねここでは0.7なんですけど、はいうん、最新のやつは0.3まで落ちちゃって、うん、この青がもう葛藤的に多いんですよね。ということはちょっとやりすぎじゃない、はい、っていうのと縦玉はやはり強気ですから、はい、これはちょっとまずいなっていう、はい、一回こうこのポジションがこう。 整理されてからじゃないと。うん、ちょっと上はもう上がりにくいってことになっちゃいますね、うんは。はい。で、シーズナルの季節的なこの1年を通してと、金は上がっていくんですけど、うん、今ちょうどこの6月に入ってきますので。6月ってちょっともたつく時期ではあるんですね。そうなんですよで。ここまでと6月をクラスすると、ここが6月ですね。うんうん まあ、もたつく、月初は強いんですけど、うんうん、その後それを剥げてきて、うん、で、この後7月以降に上がるんですけど、はい、その調整やっぱり入りやすいではい。はいはいはい、で、具体的に見ると、月初にですね、振り上げがあって、その後、この赤いのが多いってことは、<ー>調整が今週、来週、雇用とよけ以降。以降、あと来週は FMC とかありますからね。見やすくなっちゃうんですよね。 意外とこれは下の方向に、まあ、ボラティリティが上がるイベントの可能性があるってことですね。それが時期的に入りやすい月で、はい、どうも頭も重いし、はい、偏ってるし。はい ちょっとまずいんじゃないかっていうのが、こう、先月も似たような分析だったんですけど、うん、特にこのシーズナル的にも調整が入る月となると、う,ん,うん、ちょっとだんだん暗いなっていう。そうですね。はい。で、ま、あの、いつもお見せする、これあの、ドル円とのその金の、はい。ま、サイクルのズレを使ったものなんですけど、はい。先月これで、 ままいくと下がるよって話をしたのに、はい、実際はですね、上がったじゃんということで。そうなんですよね。一回上がりましたよね。はい。で、今戻ってきてるんですけど、ですからこの下げたところと上げるのこのズレが出てるんですけど、実はですね、このズレをですね、調整してチャート上にずらすと。うん、あ、綺麗に上がってきたし、はい、結局横ばいじゃんって。<laughs> なるほど。はい、ただ、やはり他の市場との関係性で見ると、うん、金ってやっぱり上昇基調は間違いないです。 ああ、なるほど。上がっていくことには変わりはない。はい。ただ、この調整期間がもう終わるのか、もう少し続くのか。まあ、ドル円で見ると、もう少し終わった後にまた上がっていく時期だよねっていうのがまあ見えてくるんですけど、他のもちょっと調べようということで、はい。ドルインデックス。ああ、はい。もう調整終わって上がっていくべき時期に上がってないんですよ。上がってないんだ、今ね。ということは、ああ、ちょっと調整のこの、 上昇の時期を否定し始めているんで、はい、この前の奴レのと似たような形で、うん、ちょっと調整もちょっと長引いてしまえば、この上昇が否定されるんで、うん、ちょうどこの横ばいのやつがもっと長くなっちゃう。なるほど。ということで、うん、まあ先月同様に傾いてることは間違いないし、はい、最近のこの1ヶ月間のオプションの出来た玉と出来高見ても、はい、よりコールを買ってトレードする。はい だから、アウトライトには、ちょっとた、あの、上値重そうだから、コールを買うのはいいんだけど、うん、やりすぎだよね。ちょっとみんなね、<laughs> オプションコーで盛り上がるのはいいんですけれども、<laughs> 偏っちゃうと、やっぱり価格が動きにくくなっちゃうよね。そうですね。で、2400の上と2200、うん、真ん中の2300、本来だったら二千それ、まあ、結局可能、2200、2400の壁を越えないと動かないのはずが、 偏ってるから、はい、ちょうど真ん中の、うん、2300下回っただけでも、うん、ちょっと売り圧力がが強まる可能性が高いですよね、うんはい、今一般的なファンダメンタルズではアメリカの利下げ時期がいつになるのかっていう6月の FOMC で確認しようと、うん、これが早ければドル安になるから金は上がるんじゃないかみたいなそういう思惑が オプション市場にもコールの量、はい <laughs> まあ、となっっててて現れちちゃゃ先行してると入りすぎまう、はい、それ期待で買,い買っちゃってるところがあるから一旦下向きにこうポジション整理が起きてからじゃないと年後半の上げにつながらないかもそうですね多市場との関係で見ても、うん、やはりその金の上昇相場そのものが終わってるわけじゃないので、えー、買いには間違いないんですけど、はい、ちょっとやっぱり先月同様に。 重いんで、うん、まあ1ヶ月前と今を見るとちょうど「行ってこい」で終わってるんですけど、はい、この今回の,その調整は「行ってこい」じゃなくて1回下に行っっててから戻くそうですね2300とか2200とかのラインを抜けるとちょっとボラ上がって。 で下げ幅が加速する可能性があるっていうことですかね。ねねまあ、相対的に金の上昇には変わりはないので、えー、買いは間違いなく入るとは思うんですけどもうん、うん、今持ってるって人はもう気をつけた方がいいですよねちょっと閉めるところ閉め始めていかないと、うん、また安いとこで買い直すっていうふうにスイッチした方がいいかもしれないですね。うん、それの時期にちょっと来てるのかな、はい、でも先月よりも今月の方がそれの時期には傾きが。はい オプションの玉なんかの出来上がりを見ると、はい、なおさらちょっと強いなっていう気がします。はい、はい。では、ここからは円立ての金の価格見ておきましょう。うん、ヒロコのテクニカルです。まず円立て見る上で大事なドル円相場なんですが、あの ism 製造業景況指数の数字が悪かったところから急にドル金利が下がりまして、うん、あの円高方向に走って。 いますさすがに今日はリバウンドしてるんですが、うん、これがトレンドになるのかどうかということが、えー、円建ての金市場にとっては非常に重要ですねこの円高でやっぱり、えー、円建ての金価格やっぱ下げてますちょっとチャ,チャート見てみましょうか左がドル建ての金価格やっぱりこのポジションの偏りもあって2400ドルのところから上に重いんですが円建て右側ですこれやっぱり12,283円までつけたところからちょっと陰線がつき 始めていてい、うん、これは為替の影響も非常に大きいので下手したら6月の日銀の金融政策決定会合で、うん、日銀は量的緩和の縮小を決定するのではないかという市場の観測が今、はい、わーっと盛り上がっていて、うん、なんとなく氷見の副総裁の、まあ、パネルでの発言ですとか、うん、このところの、まあ、足立審議なんかもね、はい、ちょっと高派だったので。 あるかもしれない、ね。はい、となると、やっぱ為替円高に行く可能性ありますね。ありますね。結局はもう長期債の,の10年債利回りがやっぱりここまで上がってきてますし、うん、別にその、 急激に、じゃあ 2%,、うん、2までいきましょうみたいなことはなってないですけど、うん、やっぱり順当に上がってるのは間違いないですよね。そうですよね、はい、この点にはやっぱり気をつけていただきたい。調整大きくなるかもしれない。これ移動平均線との帰りも尋常じゃないので、うん、円建ての金の調整は本当に覚悟した方がいいかなと思うんですが、次のスライド。えー、これ、冷やしです。大阪金先物の,の冷やし。えー、一目均衡表の基準線も割り込んできました。ででマックにですねこの の下の MACD もこれデッドクロスして下に放射しているということを考えると、うん、今は大きな上昇トレンドには変わりはないのかもしれないですけれども、まあ、調整が入る局面に入ったと、はい、でどこまで入るかということなんですが、まあ、ずっと機能してきた90日移動平均線この緑色のラインっていうところが1つの目安ですがこの去年の これから今回の大きな上昇幅のフィボナッチリトレースメントで、えー、382が1万1000、あ切れてる、うん、<laughs> いくらで、はいえー、半値のところが1万とび750円、うん、これがちょうどなんか90日移動平均線と雲の加減にかぶってくるので、うん、半値押しぐらいまでは、全然不思議じゃないそうですね、まあ、ちょうどこの1万というこの半値のところですよね。うん ここはやっぱり一つのキーポイントですよね。はい。うん、この辺まであっても不思議はないということで、ポジションを持っている方は、ちょっと管理していただければなと。持ってないっていう方は、この辺までまあじっくりと待っていただければ、ね。そうですね。はい。いいかなと思います。トレーディングしたいという方は、時間軸を通して、右側は4時間足なんですが、うん、これまで綺麗に上昇トレンドの時は、移動平均線が全部上向きのパーフェクトオーダーだったんですが、うん、今、えー、移動平均線の並び順が、 もうデッドクロス知ってますね、100日、50日、25日というふうになってきて、これが200日をこう割り込んでくると、これは綺麗なデッドクロスで、まあ、下落トレンド入りということになりますので、うん、え時間軸下げてみたところでも、ちょっと戻り売りの相場になってるかなと。うん という印象がありますので、その点は皆さんお気をつけて取引していただければと思います。ただし、投資におけます最終判断は皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。え今日の動画参考になりましたでしょうか どうぞ今日の動画へのいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。<laughs> 今日はトリロジー取締役の成田博之さんにいろいろとお話伺いました。成田さん、今日もお話ありがとうございました。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。